から見て、はい、ここが向井さんのジョージっぽいなって思うところってありますか？向井さんを見てジョージっぽいところですか？うん、はい、ないないえ、だって全否定か。違う、え、中身とかキャラクターがってことですよね。そうですね、うん、もし正反対の人ですよ。すごいなんか冷血な感じとかがジョージはないといけないじゃないですか、はい、でもすごい気さくに接していただいてましたし、優しくしていただいてたので、なんかどんなジョージになるんだろうっていうのはすごい不思議だったんですけど、もうずっと正反対のイメージのままあれ、そうなの？それ初めて聞いたな。嘘、だってそんななんか振り回すようなとこないじゃない。あ、それはないですよ。ないでしょ。でも乱暴じゃないでしょ。本編は、本編はジョージだった。じゃあ大丈夫だよ、うん、仲良しかなるほど、まあ、不安なんだよやっぱり初日って。なんかちょっとね、ジョージが動いてると思ったけど、うん、でも普段の向井さんはジョージじゃない。へえ、そうなんですね、はい、さて、あのこの作品には情熱で自分の夢をつかむというメッセージも込められていましたよね。小さい頃を振り返っての夢をお聞かせいただきたいなと思うんですけれども。私はすごい病院に通うのが好きだったので白衣にすごく憧れてたんですね。なので自分が白衣を着れたら何でもいいと思っていたので、お医者さんかもしくは宇宙飛行士になりたかったです僕はカリスマになりたかったです、はい、だむむ どんな、なんかちょっと具体的に言うと、本当にこれ本当にカリスマ美容師になりたかったんですよ、うん、あの小さい頃から子供が好きだったので、うん、保育士さんにずっと憧れてましたね、うん、それこそ子役からお仕事を始めてたので、うん、夢が叶っていたようなものなんですけど、うん、母が保育士だったので私は保母さんになるんだって思ってましたね。あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。向井さん一人でちょっとどうした、まだあの話が向井さんにお話を思ったんですけれども、あのすいません、まだイメージダウンしちゃうよね、お話終わってないんです、すいません、ちょっとごめんなさいね向井さん、ちょっと素敵な、なんかこれはもうゆかりに、青いバラを100本用意しまして、すごい、まあね、すごい初日、はい、去年の暑い夏もそうだし、いろんなプロモーションも今年含めて、はいはい、よく頑張ったね、お疲れ様ゆかり、ありがとうございます。重いけど一緒に頑張ったのに、なんかありがとうございます。なんかびっくり帰っちゃうのかと思った帰るのか、はい、ね、嬉しすぎてちょっとびっくりで真っ白なんですけど、なんか一緒にずっと作品やらせていただいて支えていただいてたし、はい、プロモーションも一緒にやってきたのに、なんか最後にまたこんなことしていただいて、なんかすいませんというかありがとうございますなんかこの前 あのプレミアではあの振り回されるのが苦手ということで、あの徳森くんの方がタイプというふうにもおっしゃってましたけれどもはい、今ちょっと訂正しとくやっぱりジョージにしようかな向井さん成功でしたね、はい成功でしたね、よかったです。ぜひ若い人だけじゃなくて大人の人、これからまた何か新しいことにチャレンジするのに少し勇気が欲しいなっていうような人に見ていただいて元気になってもらえたらなと思っています。本日は本当にありがとうございました。